これはキャラクターテストの絵をそのままフィルムに収めたもので、動画としての動きはございません。忍者者としての奇抜さ、ダイナミックなアクション、うんと明るいものにします。少年忍者渡り、子供が主人公であることの親しみやすさ、友情、幼い恋、渡りが登場するとき、敵に誘いをかけるときに吹く渡りの笛、ロマン、明るさ、そして決め手として決闘の爽快さで締めくくります。この一話一話に個性的なキャラクターが登場し、次から次へと惜しげもなく消されていく贅沢さは、忍者漫画の総集編の名にふさわしいものです。